王の権威、と、ユダヤ教の王、が同一で、それが、王が3、に従い、雅市場、その判定を利用する、とき。売れるもの、認められたもの、という、そのままでは、ある。それは仮想での戦争を制し、その時の、正義、をもとに選択した結果であり。今までの、良識、から言えば不服は強そうな気はする。その時、宗教家、その声は、今もまだ大きな意味を持つ、ということだろうか。たかが創作が売れなかった、だけ。昭和から続く混沌はだいぶんすっきりした、気もしつつも、夢の消失？そういう面もある。自分が面白いと思う、それで売れる人々は結論で言えば、いない、のだ。王の権威であってもその個人的成果は否定される。あくまでも、第三者の要衝あって、初めてそれは存在する。古き良き幻想だった。それは今もまだ幻想だ。